ムシャル。ムシャルって何よ。ふう、なんだかこの世界久しぶりな感じがするわ。ちょっと、無視するんじゃないわよ。ムシャルはムシャルよ。私も久しぶりな気がしますね。いやー、久しぶりね。お前、なんでナチュラルに言うのよ。なんか普通に言わね。さっさとどこかに行きなさいよ、ノー。何が、ノー、よ。あんたたちがこの世界に来た瞬間から私はどこにでもいるのよ。視界から消えなさいよ。なんて。うわ、目の前に出てくるな。消えろって言ったのよ、消えろって。答えは。さっさと答えなさいよ。消えない。うっざ、なんなのこのうざキャラ。果たしてうざいのは私か、あなたか。いや、お前よ。妹様、それに構ってたら一生前に進めませんよ。それもそうね。今日は何をするのですか。それが、全然決めてないのよ。ぷ、無計画。うっさいわよ。普段はあの昨夜に遊ばれてるわね。なかなか話が進みそうにないわ。さっきから絵が全然変わらなくてつまらない。何やってるのよ。見ればわかるでしょ。全然。小麦を取ってるのよ、小麦を。なんで小麦なんて取ってるのよ。パンを作るために決まってるでしょ。パン、なんでパンなんて作るの。食べないと死ぬからよ。へぇ、死ぬんだ。ムカつく、なんなのこいつ。もういいからそろそろ何かやりなさいよ。何かって言われてもね、特に目的もなく来ちゃったわけですからお姉様。は?あんたがため息つくんじゃないわよ。どうするのですかお嬢様。私にどうするのって言われても知らないわよ。まあ多分なんとかなるわよ。む、あれは。昨夜だわ。相変わらず変な場所にいるわね。そういえば一つ気になることがあるのよね。へぇ、何が気になるのよ。お前に教える必要はないわ。ま、見てればわかるしいいか。あ、もしかして殴ったりするんじゃないでしょうね。気になることって言ってるでしょ。ま、殴っても私にはノーダメージだけど。顔打った。妹様殴ってますが。久しぶりで話しかけ方がわからなかったわ。確か。こうね。気になることっていうのは。この矢印よ。む、なんかまた別のアイテムと交換できるみたい。ふふ、気づいてしまったようね。ストップウォッチと交換できるみたいですが。ストップウォッチなんて何に使うのよ。ふ、それは普通のストップウォッチじゃないわ。これだから何もわかってない素人は。あ、なんですって。お嬢様、ベースに乗せられてしまいますよ。おっと、危ない危ない。そもそもどうやって使うのよ。ぷ、イラ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 。殴ってみる。特にあれですね。お。使えたけど、うん、って感じね。今のは何か変わってたかしら。強いて言うならば画面の色が変わってたくらいですね。はぁ、わかってないわ。こいつらわかってないわ。なんなのこいつ。もう一回試してみれば。だけどこれ弾の元64個とかなりコストパフォーマンス悪いのよね。コストパフォーマンスって、貧乏。うるさいわよ。無事に購入できましたね。さて、どのタイミングで使おうかしらね。そもそも何が起こってるのかわからないからどのタイミングも何もないんだけど。昨夜が陸に上がってきたわ。そしてなんかこっちに近づいてきてますね。何よ、もう特に用はないわよ。ねえ、早く使って。なんであんたがせかすのよ。効果知ってるなら教えなさいよ。それは、教えない。え?そうこうしているうちに妹様がストップウォッチを使いました。時が止まってるのかしら。でもそれにしてはこの昨夜動いているし、奥の妖精の羽もパタパタしてたし。そいつは、プログラム的な問題ね。急にリアルね。だけどこれ、2秒くらいしか止められないじゃない。使えないわ。はぁ、2秒止められれば十分なんですけど。しかもコスパ悪いし。弾の元なんてそこら辺の妖精倒していればすぐに集まるわよ。今度は妖精たちにこれ使ってみようかしら。そうね、さっきのじゃ時が止まってる時間がわかなかったわ。ちょうどいいところに妖精たちが。さあ、攻撃してきなさい。攻撃してきたわよ。見やすい場所に行ってと。妹様少し高い場所に。ポチッと。弾幕は止まってたわね。やっぱり妖精たちの羽ばたきは止まらなかったわね。まあそこからは動きませんでしたが。しかしこれで何かしろって言われてもねえって感じだわ。一回使ったらなくなってしまいますからね。やっぱり使えないわ。はあ、これだから物を使えないやつは。誰だろうな、こんな使えないもの販売してるの。誰だろうな、こんな使えるものを使えないとかいうやつは。平行線をたどりそうだわ。ち、もう買えやしないじゃない。どうするの?これは妖精狩りの時間ね。むしゃるむしゃるむしゃる。妖精結構いますね。弾の元をよこしなさい。なんか止まってるわよ。これは、どういうことでしょう。そして動き始めたらいきなり倒れたわ。色が変わらないストップウォッチ状態だったわね。はて、なんでそんなことになるのかしら。どうやらこの世界の昨夜もわからないみたい。む、なんかのバグでしょう。妹様は動けてましたからね。む、こいつ、何こっち見てるのよ。羊ですね。ほら、パンをあげるわパンを。あげるとか言っておきながら殴ってるんですけど。あ、あげ方がわからないのよ。そもそも羊ってパン食べるのかしら。よくわかりませんね。現実の世界でもこの世界でも。パンを一つ落としてみるわ。ふく、自分のスロットに戻ってきてる。ほんと腹立つわねあんた。何事もチャレンジが大事なのよ。今できることはやってみればいい。あなた誰よ。妹様らしくないですね。結構言われてるわよ。ふん。って、痛いじゃないのよ。レーザーにかなりやられてるわ。もう死にそうじゃない。く、ちょっと侮ってたわ。妖精に倒されそうになる黄色の図。ああ、この世界に妖精より弱いのが存在したなんて。静かにしててよね。ふふ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 。何よ、急に笑い始めて気持ち悪いし、笑い方も気持ち悪い。って、ゲストの中身も気持ち悪いわね。このストップウォッチが一つで2秒止められるとして、アイテム欄をストップウォッチで埋め尽くした場合、止められる時間は 4×9 スロットで72秒。
あなたその間ストップウォッチずっとカチカチしてるだけになるわよ。そうね。しかも実際は1個使った後瞬時に次のが使えるわけではありませんから。いやいや、それでもこの範囲にいる敵はほとんど動けないわよ。ちょっと。あ、何よ。なかなかいいわね。あんたに言われてもね。本当にアイテムランストップウォッチで埋めるつもり。最低限の食料と武器は持っていくわよ。そんな大量のストップウォッチを持ってどこに行くつもりですか。黄昏の森第2のボスがいる場所よ。そのボスをストップウォッチで倒そうってわけね。そうそう、そういうわけよ。面白いことになりそうだわ。っていうかあんたもうそろそろ消えなさいよ。いやよ。はぁ、いつまでいるつもりなんだか。って、着いたはいいんだけど、入り口が全然見当たらないわ。ぐるっと回ってみてもそれっぽい場所がなかったから、壁から失礼するわ。あ、ダメね、マナーが鳴ってないわ。この世界にマナーなんていらないのよ。む、しまった、斧を持ってくるの忘れたわ。妹様かなり強引に行きます。すでに中から敵の声が聞こえてるわね。うわ、普通に外に出てくるんだ。戦闘開始って感じね。これもう少しで壊れそうだからそんなに使いたくないのよね。普通の剣と入れ替える妹様。その間にバンバン矢放たれてるけどね。今多分体にブスブス突き刺さってるわよ。みたいか。いまいち地面に吸い込まれてなかった。本当ですね。あまり動けないみたいだしチャンス。地面に突き刺さってるスケルトンを容赦なく殴っていくフラン。さて、これで中に入れるわね。いきなりこれですから、中は相当いると考えた方が良さそうですね。大群に囲まれてゲームオーバー。黙って。またスケルトンだわ。もう、スケルトン多すぎよ。また妹様に矢が刺さります。邪魔邪魔邪魔。っていうかなか結構暗いわね。こんなことなら松明持ってくるんだったわ。え、もしかして持ってきてないの？持ってきてないわよ。って、なんか本が攻撃してくるわ。うちのにある魔導書の類と一緒かしら。っていうか結構痛いんですけど。妹様結構ピンチかもしれません。ゾンビに挟まれてゲームオーバー。お前さっきからゲームオーバー痛いだけでしょ。そんなことないわよ。顔がそうだって言ってるのよ。妹様反対側にもうダッシュ。よかった。なんとか外と繋がってるわ。スコップも持ってきてないから全然掘れないのよね。明らかに準備不足。ストップウォッチをたくさん持つことで頭がいっぱいだったのよ。重い重い。本がすぐそこまで来てるわよ。っていうかストップウォッチ使いなさいよ。ボス戦のために取っておこうと思ってたけど、どうやらそんな余裕はないみたいね。使わないとその前に死んでしまうかと。いいの？使っちゃうの？本当に、後悔しない？悪魔のささやきね。悪魔は私だけど。ポンコツ昨夜の言葉なんて私が気にするはずないでしょ。さっきかなり言い合ってたような気がしますが。何か言った？いえ、何でもございません。なんか私も止まるんだけど。あとハート4つ。なんか言ってるわ。次の攻撃で終わらせてやるわ。妹様止めました。殴る。剣だからキルだと思うんですけど。なんかマインクラフトの剣ってキルって感じじゃないのよね。絶対殴ってるわよ、これ。妹様ほんとゾンビを倒しました。そういえばまだこっちにいたわね。地下から出てきたゾンビだわ。ま、あんなのは無視して中に入ろっと。ようやく中に入れますね。何よそれ、嫌味。まさか、ここら辺も暗いわね。やはり中にも敵か。後ろよ。急に大きい声出さないでくれる。あ、人がせっかく親切に教えてあげたのに。もうこの本や。フランはこの本にかなり苦戦してるわね。かなり強いですからね。道が2つあるみたい。階段下避のある部屋か。さて、どっちに行こうかしら。その前にちょっとアイテムチェック。ストップウォッチは残り22個ね。私ならこの階段を登っていくわ。なるほど、じゃあ私は逆の方に行くわ。これは一体何に使うのかしら。何か書き込むことができるのでしょうか。特にって感じだわ。それじゃあこの中に入っていくわよ。ここも結局は上に登っていくみたいね。さて、どこまで続いているのやら。しかし、なんでこの階段の場所に本棚が。あれ、もう終わり。はしごがあるわよ。ここを登っていけってことか。む、つかめないわよ。なんかガクガクしてるわね。登れないだけどこのはしご。はしごを登るボタンとかありましたっけ。触れれば勝手に掴んで登れたと思うんだけど。助走が足りないのよ助走が。いや、そういう問題じゃないでしょこれ。さっぱりわからないわ。マインクラフト久しぶりで忘れてるだけなのかもしれないけど。この部屋は。何もない。もう別の道に行った方が早いんじゃない。そうよそうよ、私が行った道が正解だったのよ。腹立つ、すごく腹立つわ。こっちは別の階段みたいだけど。はしごすらないですね。はぁ、もうあっちに行くしかないのかしら。あ、この水の中とか。何もないわね。ほらほら、さっさとあっちの階段に進みなさいよ。誰かこいつを強制退場させて。この世界で私を強制退場にできるやつなんて存在しないわ。妹様まだここを諦めきれないみたいですね。うわ、本が落ちてきたわ。なかなかまずい状況ね。あの上から落ちてきたのかしら。そしてさらに落ちていくわ。ふふ、あの本、落ちて死んだわよ。本なのに、ペラペラなのに。本って落下死するのね。いつの間にかゾンビも入り込んできてるわ。しようがない、あっちの道に行くとするか。妹様がこの部屋を出る決断をしました。って、ゾンビ。っていうかここも階段2つあるわね。どっちを選ぶの？なんとなくだけど、こっちね。さあ、今度こそ一気に上まで駆け上がるわよ。妹様ダッシュダッシュダッシュ。なんか雲の糸が落ちてるわ。妙ですね。嫌な音がしたけど虫。あ、これは、リスポーンするやつね。虫虫虫。あらゆるものをスルーしようとしてるわね。目の前にスケルトンです。邪魔邪魔邪魔。一気に詰めたわ。さらに多くのスケルトンが。剣で殴ってる場合じゃないわね。敵が大量に来てるわよ。あ、これまずいかも。体力が一気に減っちゃったわ。まずいまずい、どうしましょうか。こうしましょうか。ああしましょうか。うるさい。ああ。
ふふ、笑いながら消えていったわ。もう帰る。じゃあ私も帰るわ。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価、コメント気軽によろしくお願いします。それではまた次の動画で。